こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日も Q&A シリーズをお送りしたいと思います。ですね、今日の質問はですね、もうド直球でしたね。花粉症の改善方法はありますかという、もうシンプルな質問なんですけども、これはありますありますから大丈夫ですよ。今ね、世間ではいろんな改善の手法がね紹介されてますね。まあ服薬療法もありますし、あとは免疫療法なんかね、舌下免疫療法とか、あと玄関鎖療法なんていうのもありますし、あとは手術もね、鼻の穴の中にレーザーを照射して治療するっていう方法もありますし、あとは食事療法ですね。ヨーグルトとか発酵食品なんかを食べて、こう体の体質を改善させて花粉症を治していくという手法もあります。はい、ただこれ今他の回でもやりましたけど、今言った治療方法ですね、どれも効果が薄いんですね。ちょっと話すと長くなっちゃうんで、また違う回を見ていただきたいんですけども、効果が薄いんです。しかもリスクがあったりとか、お金が高かったりとかっていうこと、あとは面倒くさかったりとか、そういう、なんていうんですか、難点が結構あるんですね。なのでなかなかお勧めできないんです、できなかったんですけども、私が使っている手法というか、紹介する手法というものがあります。それは免疫ですね、自分の免疫システムをですね、望ましい状態に育て上げるという手法なんです。これは、薬を飲むようなリスクもありませんし、リスクというか副作用とかのね、リスクもありませんし、病院に何度も何度も通院したり、お金がすごくかかってしまったりということもありませんし、食事療法のようにね、体質改善とかって食事療法でもすごく難しいんです。時間もかかりますし、そういうこともない一生ものの手法なんですね。そういうものを私はご紹介してるんですけれども、はい、私はその花粉症改善結構研究をしたんですけども、世の中もいろいろ調べてみましたが、この手法をやっている人ってのはいませんし、まあちょっと個人的な見解では申し訳ないんですけども、この手法しかないのではないかと、少なくとも今現在ではこの手法しかないと断言してもいい手法なので、この手法をね、ぜひ皆さんにもね、知っていただきたいなと思っています。はい、でその手法もですね、これからもどんどん配信していくつもりですのでね、ぜひね、私からの情報を受け取ってほしいとは思っています。まあちょっとなんか最後ちょっと宣伝っぽくなっちゃいましたけども、花粉症の改善の方法というのはありますよと、しかもお金もかからない、時間もかからない、面倒くさくもないというね、しかも一生ものです。それさえ分かってしまえば一生ものの手法がちゃんとありますよということを、今日はお伝えしました。はい分かりましたかねはい、まあそういうことでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。これからもね、どんどん配信していきますので、私からの情報をね、チャンネル登録をしてね、受け取ってみてください。はい、それでは以上で終わりたいと思います。たった5分であなたの免疫機能を復活させ、花粉症改善に導くカウンセラーの大久保でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。